皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、幸せになりたいなら不幸を忘れるということについてお伝えしていきたいと思います。人間の脳っていうのはとてもよくできていて、心がですね、耐えられない量の悲しみとかを感じる場合って、その記憶を飛ばしてしまう、要は心が壊れてしまう手前にその記憶を飛ばすっていう能力とかも兼ね備えていたりしています。なのでそれぐらい衝撃なこととかショックなことっていうのは、天災とかがあった時とかは確かに発動されたりとか、ものすごく信じていて大好きだった人に、ひどい裏切りを受ける時とかっていうのは、そういう本能的に自分の心を守るためのスイッチが入って記憶を遮断したりとか、都合のいい記憶を作り出したりとか、そういうこともあるようなんですけれども、人間の脳っていうのは、まずそういう便利にできている機能があるということですね。ということはですね、例えば何か残念なことがあったり、自分が不幸だなというふうに思うことがもしあったとしたら、それを風化させるというか、忘れるという方向に持っていく、要は気持ちを切り替えるっていうイメージなんですけれども、それによって自分の心を守ったりすることっていうのができるんですよね。で、不幸が続く方って不幸をちゃんと覚えていて、しかもその不幸を口に出してまたなぞったりするから、また不幸が上乗せされたりして、で、それの何度もなぞってるうちにさらに濃くなっていくんですよね。なんか絵の具みたいな感覚にもしかしたら近いかもしれないです。塗り重ねるほどに色が濃くなるみたいな感じで、だから忘れるのであればなるべく思い出さないようにするっていうことと、仮にそれを思い出したとしてもなるべく短い時間にするとか、受け流す能力と術をですね、身につけていかないと、ずっと不幸の沼の中に落ち続け、はまり続けることになっちゃうんで、結果として不幸になってしまうんですよね。だから幸せになりたいんだったら、自分にとって起こった不幸はもちろん残念なのかもしれないけれども、それをなるべく早く忘れる、もっと楽しいことで上書きをするでも構わないんですけれども、おそらくそれがいいんじゃないのかなっていうふうに思っているんです。人によってね、重さとかはいろいろあるとは思うんですけれども、執着をするとさらに不幸の度合いが強まるイメージがあります。だからなるべくですね、ライトに幸せの方向に向かっていきたいんだったら不幸を忘れるそれが一つのいい生き方なんじゃないのかなっていうふうに思っています。それでは。